了解です。金庫の鍵は503291ですよ。九一郎さん、待ってください。この遺言状は偽物です。これはおじい様の字ではありません。ああ、そうきましたか。割とよくある手ですね。であれば、遺言状が入っていた入れ物を調べてみてください。上げ底になっていたりしませんか？これはおじい様の書かれる字です。Thank you.
で、どうするんだ、婿殿は。でも、ご指名だよ。どっちもそんなに変わらないじゃん。だが、これを盾に異議申し立てをすることはできるだろう。この遺言状をお前と琴子の二人で持って行ってたな。琴子は俺のものだくらい言ってきたらどうだ。え、あ、その、そうなのですか。方便だ。利用できるものは何でも利用しろ。何よ、ごねちゃってさ。本当は嬉しいくせに。京一郎さん。来てくださって嬉しいです。
遺言状を見たら、おじい様が死んでしまったんだって実感しました。私、おじい様のことも忘れていたんですよね。見取ることもできなかった。京一郎さん、ありがとうございます。本当にありがとう。それでは次です。昨日入手しました遺言状と預金通帳は証拠ではありますが、私たちの入手方法自体が不正なので、ハッタリにしかなりません。忘れましたか？取っかかりが必要なんですよ。お前は偽物だって言ってもダメなんです。こっちが本物だから、お前は偽物だって言わないと。説得力だな。はい。ですので、次は彼らの悪事を暴く必要があります。それでなんとかなるかもしれません。それはご愛嬌です。お話は伺いました。夜までお休みになるのでしたら、
ベッドをお使いください。ソファーより休めると思います。舞子さんもきっと喜んでくださると思います。それは大丈夫です。でもちょっと羨ましいです。お二人はお互いのことを何でも知ってらっしゃるのですね。たくさん聞いてください。